私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今度ママ友のみんなで水族館に行こうっていう話があるんだ。大人たちもそうなんだけど、子供たちもすごく喜んでて、久しぶりにみんなでワイワイ行くと楽しくていいよね。あんたは水族館に行かなくていいでしょ。足手まといだし、どっちかっていうと来ないでくださいって感じなんだけど。どういうこと？だから今度ママ友もみんなで行こうって言ってた水族館、あなたは参加しないでって言ってるんだけど理解できそう？足手まといってもしかして私が妊娠してるから言ってるの？別に水族館の中をずっと一緒に行動するわけじゃないんだし、あなたに直接的な迷惑をかけることはないと思うんだけど。でもさ、行動とか全体的に遅そう。私トロい人見てるとイライラしちゃうんだよね。なんでこんなに動きが遅いんだろうとか、空気読めないなとか、せっかくの水族館なのにそんなことでイライラしたくないし。だから別に一緒に行動するわけじゃないからいいでしょ。私だけじゃなくて娘も楽しみにしてるんだ。今回の水族館、イルカのショーが楽しみみたいで、水族館に行くんだって勉強も頑張ってるのよ。え？もしかしたらあなた旦那さんとまた離婚したの？バツイチで今お腹の中に子供もいるのに、それってやばくない？いつ離婚したなんて言った？旦那とは離婚してないし仲もいいよ。それなら旦那さんにお願いして、なるみさんはお留守番でいいじゃん。は？旦那さんがいるんだから旦那さんに頼めって言ってんの。保護者は一人じゃないんだよ。お父さんもいるんだから頼めばいいじゃない。どうして私が参加することをそんなに嫌がるのよ。私だって娘と一緒に水族館に行けるの楽しみだし、そもそも旦那も連れて3人で行く予定だから。旦那さん来るならあんたいらないじゃん。普通にめんどくさいから家でおとなしくしててほしいな。ここ最近私に当たりがきついけど一体何なの？当たりきついって、私はただ思ったことを言ってるだけだよ。じゃあもし当日私が風邪をひいて参加するって言ったらどう思う？家でおとなしくしててよ、めんどくさいと思うでしょ。それと同じ。全然状況同じじゃないし、もし風邪をひいてしまっているんだったら他人にうつす可能性があるから家でおとなしくしててほしいって思うけど、私は風邪をひいているわけでもなければうつるわけでもないでしょ。でも体調が万全じゃないっていうのは事実でしょ。はぁ、あ、じゃああなたとは一緒に行動しない、それでいい？いいとかじゃなくて参加しないでって言ってるの。この際だからはっきりと言わせてもらうけど、あんた勘違いしてる。勘違い？大手企業で勤めてるとか、お金持ちとか、ママ友に好かれてるとか、周りがあなたのことをよいしょするから調子乗ってるみたいだけど、正直な話、あんたのことみんな嫌いなんだよ。急に何？別に私もママ友の全員や会社の人全員から好かれてるなんて思ってないけど。みんなはただあんたのおこぼれを頂戴したくて近くにいるだけ。仲良くすれば何かメリットあるかもとか、気に入られていたら出世が早くなるかもとか、敵に回したらめんどくさいとか、そういう理由であなたの周りには人がいるだけ。人望がある、好かれてるとか勘違いしないでくれる？現に私もなるみさんのこと嫌いだしね。あなたが私のことを快く思っていないのはうすうす気づいていたけど、こんな風に言ってくるなんて。再婚せずにおとなしくしてればまだよかったかもね。再婚したあたりからまたなんか調子乗ってるなと思ってたのよ。正直な話、元旦那さんと離婚した話とか聞いてるとスカッとしたわ。だって私わかるもん。あなたみたいな人が家にいたら窮屈。離婚したいって思われてもしょうがないよ。ああ、なるほどね。先月旦那さんが私のこと褒めたのが気に食わなかったのか。は？ここ最近当たりがきつくなったからなんでだろうって考えてたの。先月バーベキュー参加した時にあなたの旦那さんが言ってたよね。なるみさんみたいにもっと気が利く女になれ。そんな風に眉間にシワ寄せてたら幸せが逃げるぞって。なんでそんなこと覚えてんの？いや、あれちょっと旦那さん空気読めない発言だったなと思って、だから記憶に残ってたの。別に私はあの発言気にしてないし。でもその後らへんからじゃん、私に当たりがきつくなったの。さっきも言ったけど最初から嫌いだったの。そもそも今は産休中のくせにおとなしくしときなよ。
のこのことあちこち行って本当にありえない。ご心配ありがとう。けどお医者さんともいろいろ話して問題ないってことだから。旦那さんもかわいそうね。だって働けない何もしない嫁が家にいるんだもん。きっと旦那さん心の中では悪口言いまくってるんだろうな。旦那はそんなこと言ったりしないし思ってもないと思う。子供をお腹の中で育てるってとても大変なことだから無理しないでくれ。俺にできることがあったら何でもさせて。いつも本当にありがとうって言ってくれてるんだ。なんなの、仲良しアピールなんかしちゃって。うちの旦那と違って最高の旦那ですって言いたいわけ。そういうわけじゃないけど。とにかくあんたは不参加ってことで、水族館楽しみにしてるとか知らないから来ないでね。あ、ちょっと。水族館には何人かのママさんが車を出して乗り合わせていく予定だったの。だけど当日にこんなラインが。なるみさん、申し訳ないんだけどちょっと待っててくれる？待つって？なるみさんってゆりさんの家の車で行く予定だったよね。そうだけど。実は急遽車を出せないママさんが一人出てきちゃって、ゆりさん家に頼もうと思ってるんだよね。え、じゃあそうなると私たち家族は乗れないってこと？そういうことになるかな。でも今いろいろと調整して違う人の車で行けるようにしてるから、ちょっとだけ待っててほしい。そもそもゆりがその人を乗せるって言ってたの？今さっき連絡したところ、彼女は優しいから快く OK してくれた。快く OK ね。とにかくそういうことだからちょっと連絡待ってて。わかった。9時半出発の予定だったけど、みんなも10時にしてもらったから、だから10時までには車の手配しておく。じゃあ連絡待ってる。はーい。30分後。あの、全然連絡来ないんだけど本当に大丈夫なの？え？何が？何がじゃなくて、私誰の車に乗るかまだ連絡来てないんだけど。あー、ごめん忘れてた。は？ごめんごめん、すっかり忘れてたよ。車出せる人いないんだ。だからどうしても来たいって言うなら、あんたたち家族だけ別で来れば？どういうこと？だから私たちはもうみんな出発しちゃってるから、あなたの家には誰も迎えに来ないってこと。イルカのショー多分午前中の部には間に合わないだろうから、あんたたちだけ昼から見ればいいじゃん。そういうことじゃないでしょう。友達と一緒に行けるって楽しみにしてたのよ。そんなこと言ったって車がないんだからしょうがないじゃん。バカ正直に私の連絡待ってなくて、自分たちで行けばよかったのに。あのね、水族館に行くのが楽しみって言っても、行き帰りも楽しみにしてるの。車の中で仲のいい友達とどんなことをしようかとか、何を買いたいかとか話したり。だから家族で行けばいいじゃんって。友達と行くより家族で行った方がいいんじゃない？そっちの方が楽しそう。私たちをわざと置き去りにするつもりだったのね。私だけじゃなくて娘や旦那にも迷惑かけて。なるみさんって存在感薄いから連絡するの忘れてた。ごめんね。正直お腹が大きい状態でついてこられるのすごく困るんだよね。だからあんたたちはそっちで勝手に楽しんでなさい。海に沈めるぞ。え？まあいいよ、私たち家族も向かっているし。は？それじゃあドライブ、それから水族館楽しもうかな。ちょっと待って、今どこにいるの？誰といるのよ、ちょっと。ゆりとひまわりとみなこのライン。みんなで行くのすごく楽しいですね。うん、運転してくれているゆりの旦那さん本当にありがとうございます。やっぱりこういうのはみんなで行くから楽しいんですよ。ちょっと聞きたいんだけど、あなたたち二人は山田さんの車で行ってるのよね？はい、違いますけど。ゆりの旦那さんが運転してくれていて、私たちとゆりのところとなるみさんのところ3家族です。なんでそんな勝手なことしてるのよ。いろいろと変更になったから山田さんの車で行ってって言ったじゃない。私たちは自分で行くからと山田さんには連絡をしています。なので私たちは大きな車借りてそれで行ってますよ。勝手なことしないでって。どうしてなるみさんと一緒に来ちゃうのよ。せっかく孤立させてやろうと思ったのに。そもそもなぜ私があなたの指図を受けなければいけないのですか。よりを動かすことをできるのはなるみさんと旦那さんくらいだもんね。それに当日いきなり予定変更で山田さんの車でって言われても怪しいですよ。でもあんたたち LINE では何も言わなかったじゃない。わかりました、山田さんの車で行きますって言ってたじゃん。
あなたのことを騙すためです。私はユリに言われて、とりあえず適当に返事を合わせてただけです。みんなで行くの楽しい。こういうちょっとしたお出かけの時って、朝ごはんをコンビニとかで買うの、なんだかワクワクするよね。楽しく水族館に向かってますじゃ困るのよ。せっかく嘘をついて孤立させようと思ったのに。旦那様がなるみさんのことを褒めたのがそんなに気に食わなかったのですか？ですが、あなたよりもなるみさんの方が優しくて心が広くて視野が広いのは本当です。まあそれを人前で言う旦那様も配慮に欠けるところはありますが、全部事実なのでしょうがないことなのでは？オーバーキルになってるよ。全然フォローできてないからあんまり言っちゃダメだよ、ユリ。私はただ思ったことを正直に言っただけです。あなたのような心が醜い人間は顔も醜くなるんですよ。心が綺麗ななるみさんはお顔もとても綺麗ですから。どいつもこいつもなるみさんなるみさんうるさいのよ。旦那もここ最近はずっとぐちぐち言ってるし、なるみさんの方は美人でしかも仕事ができて羨ましい。お前は仕事もしないくせにお小言ばかりって、なんで比べられなきゃいけないの？なるほど、それでなるみさんに嫌がらせをしようとしたんですね。だけどそれは怒りの矛先が間違ってます。悪いのはなるみさんじゃなくて、そんなことを言ってきた旦那さんですよ。なるみさんもヘラヘラして自分がみんなに好かれてるって思ってる。まるで物語の主人公ヒロインみたいな顔しちゃってさ、そういうのが気に障るのよ。どんなに幸せそうでも心の中にみんな悩みを持っているものです。大きなものから小さなものまで。あなたはなるみさんのことを何も知らないのに勝手に決めつけて逆恨みをして、本当に心が狭いゴミ虫ですね。あの人のどこが不幸なのよ。役職者で周りには友達もいて旦那さんもいるし家だってあるじゃない。人の悩みはいろいろなんですから。隣の芝生は青いってやつですよ。なるみさんは変な人に絡まれやすい体質で何かと因縁つけられますし、ユリという名のでかいを持ったストーカーメンヘラちゃんがそばにずっといるんですよ。もしかしてそれ遠回しに私のことディスってます？ディスってない、ディスってない。何それ、どういう意味？ユリはなるみさんのことが大好きななるみさんのストーカーなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して、なるみさんのことを守りながら迷惑かけた人にはお仕置きを。なるみさんだからうまく共存できているだけであって、一般の人だったらユリの愛情は大きすぎて受け止めきれ。ひまわり？うん、つまりなるみさんとユリはとても仲良し、私も仲良しっていうことです。聞けば聞くほど意味わかんないわね。まあとにかくそういうことなので、私のなるみさんに手出ししたこと後悔してください。手出ししたことって、私はただ置き去りにしようとしただけで。あなたはなるみさんから、いいえ、なるみさん家族から笑顔を奪おうとしたんです。家族？なるみさんに迷惑をかけるだけでもユリの逆鱗に触れているのに、もし今回あなたの思惑通りに言っていたら、お子さんも悲しい思いをしていたんですよ。だからユリは激怒です。でもちょっとしたいたずらで別に置いていくだけで、水族館自体に行けないとかそういうことじゃない。まあいいです、私がどれだけなるみさんのことを大切に思っているかはあなたに話しても無駄ですからね。それじゃあ今回のお仕置きはどうするの？そうですね、あなたは裏の施設の水族館で働いてもらいます。はあ？もういいわ、相手にしてられない。私も水族館楽しもう。わかった、もうこれ以上関わらない、 LINE もしない、これでいいでしょ？ユリの執着ぶりはすごいですから、一度目をつけられたら逃げられません。あなたは水族館の中、つまり周りから見られる側です。魚のように小さな水槽の中に入れられて、ずっとそこで過ごしてください。入れられるだけじゃないんでしょ？どうせ裏の施設だもん。水の中でできる拷問というのもとても数があるので、あなたはその水槽の中でいろんな拷問を受け、それを観客の皆様に見てもらうんです。悪趣味すぎるでしょう。そもそも日本でそんなこと。ユリには法なんてものはありません。最後はお魚のようにペロリと食べられるのもありですね。
ああ、私も小さい頃水族館見て美味しそうって言っちゃったことがあったらしくて、なんだかそういうの恥ずかしいよね。でも今もちょっと気持ちわかっちゃうかも。さすがにそのブラックジョークは笑えない。今日はあなたのお子さんのために我慢してあげます。その後お迎えに上がります。ああ、悪魔からの招待状が届いちゃった。なるみさん、なるみさんに謝らなきゃ、許してもらわなきゃ、どうにかしてこの悪魔たちから逃げなきゃ。え、たちって私も？私は違うのにな。その後、水族館やっぱり良かったな。なんといってもイルカのショーが楽しかったし、他にも大きなサメとか魚とか写真たくさん撮ってお土産まで買って帰っちゃった。娘も大喜びで、ほんといい一日だった。美奈子さんは水族館でいきなり私のところに来て、顔面蒼白のまま謝罪。それを笑顔のゆりと苦笑いのひまわりが間に入ったら、もっともっと顔が青くなっちゃった。そしてそれからしばらくして、彼女はいつの間にか離婚していたようで、気づけばいなくなってたよ。裏の施設で今は水を使うような拷問をされながら見せ物になってるんだと思う。試しに水を使う拷問調べてみたけど、意外と結構やばいの多いね。しかも最後はもしかしたら魚のように。うん、これ以上考えるのはやめよう。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。